約束けども、チャイムになったからな、正規につけ、13時間目の授業を始める前に、転校生の紹介をします。はじめまして、鬼滅学園から転校してきました、キブ、いや、かまど残次郎です。皮膚が弱く太陽の光を浴びると死んでしまうので、夜間部しか学校に来ませんが、よろしくお願いします。はじめまして、鬼滅事務さん。ずっと前から心を読んで、お前が鬼の王であることも、アホみたいに偽名を使ってることも、現状の住所も知ってるアーニャです。さすがアーニャちゃん、転校生の鬼滅情報を平然とバラしやがる、そこに痺れる憧れ。すいません先生、駅歴一戦に転校したいんですが、手続きは一体どこで行えばいいのか教えてください。手続きしたいならこちらへどうぞ。出荷しようとすんな、もう俺も鬼やで、もう共食いになるやんけ。ご報告に参りました。いやタイミングタイミング、なんで学校の窓ガラス割って報告しに来る、お前どういうか。A のものは見つけたかバカさん。調べましたが確かな情報はなく、存在も確認できず、虹色のピーナッツは見つかりませんでした。アーニャ様のご期待に応えられず誠に申し訳ございません。お前には失望したバカさん、ありったけのピーナッツ買い込んどけ。いや俺にご報告じゃなかったんかい。じゃあそろそろ13時間目の英語の授業を始めていくぞ。昨日の続き6930ページを開いてください。よくこの状況で何事もなかったかのように授業始め全身タトゥーの髪の毛ピンクの不審者が窓ガラス破壊して教室来たんやで。13時間目の授業ってのもイカれてるし、6930ページってなんやん。コロコロコミック10冊分の分厚いやんけ。先生も頭バクリ散らかしとるんか。まずはみんなで ABC のお宝歌おうな。はい、せーの。 ABCDHCHIJKLSB ABC をレッドアイで覚えんな。ねえ母、悪いと思ってんなら円弧詰めろバカ野郎ってどういう意味？あーにゃよくわからないます。この映画に出てくるおじさんたちはね、悪いことしたら指を切って謝罪するのよ。あーにゃさん理解した？なるほど理解してます。あーにゃも学校でムカついたやついたら円弧詰めろバカ野郎と言って謝罪させます。飛び込みが早くて助かるわ。でも母の場合は指ではなく首を切るけどね。謝罪の猶予も与えず確実に染めるわ。今ひまわり組の組長が6発撃って3人屋の上に葬りましたね。ひまわり組の組長の命中率は何パーセント？ 50%。 さすがアーニャさん、よくわかりましたね。あの夜さん、6歳の子供にヤクザ映画で算数のお勉強させんといて、将来ろくなやつにならんから。父のクレカの暗証番号覚えてネットでピーナッツ3年分ポチってます。あざざます。あ、もう手遅れだったわ。少年が腐っとる。いや腐ってなんかないわ、よく見てるおじさん。アーニャさんはビスケと小僧サトルの訓練をしながら映画鑑賞してるのよ。無傷で見通せるなんて天才だわ。いや夜さん、急に顔面血まみれだけど大丈夫ですか？大丈夫よロードさん、気にしないで。両手バイト行ってきて帰り道洗う時間がなかっただけだから。いや夜さん、気にするなと言われましても気にすることが多すぎて思考が追いつかんわ。姉さん、まだそんなバイトしてるのかよ。帰り道浴びるバイトはもうやめてくれよ。綺麗な姉さんが血に染まるのを見たくないんだ。僕はそんな姉さんを守れるように外交官にもなったんだ。姉さんを愛してるんだ、本当だ。姉さんのならうんこだって食える、なんだって食える、なんだってだ。ゆりくん、途中シスコンからドシスコンに進化してたけど大丈夫？いやサイドンがドサイドンに進化するみたいな言い方やめてくれよ。失礼なやつだな、度が足りねえんだよ。ドド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 シスコンさ。いやボボボボボボボみたいに言うな。あれれ、私の歯ブラシとか箸とか全部なくなってるんだけど、どこ行っちゃったのかしら。大人の俺が言っちゃいけないこと言っちゃうけど、窃盗するってぶっちゃけ帰る。ロルさん、こいつは一回しばいた方がいい。強みに姉さんの歯ブラシを返せって拒否します。姉さんの私物をコンプリートする、このユーリブライアには夢がある。声優ネタで逃げんのかよドリー。はい、チャイムなったからな、正規にすけクソかけども、朝のホームルームやっていくぞ。まずは出席確認だ。アーニャ・フォージャー、エミール・エルマン、ユーイン・エッジバーグ、ダミアン・デズモンド、若林、ベッキー・ブラックベル。いや、お前ら YouTuber な、もうその王の発声は YouTube でしか聞いたことなかったわ。それと若林、返事はもうちょい静かに頼むわ。時間の先かお前。てかアニャフォージャーとベッキーブラックベル何やっとんねん。天井に張り付いてないで降りてきなさい。おいヒゲテム先生、そんな大声でネタバレすんなよ。君たちは今ドッキリ仕掛けてる最中なんだから話しかけんといて。早く校長先生来ないかな。あのさ、校長先生はめったに教室に来ない生き物よ。ドッキリ仕掛けるならターゲットもちゃんと考えて選ぼうな。ヒゲテム先生、アーニャは1時間目の国語の授業が気に食わんだい。絵描きの授業に今すぐ帰るだい。そうれそうれ、今すぐ帰るだい。天井人の言うこと聞けないならバッサーコールかけて学校ごと破壊するだい。何が天井人や、お前ら天井にいるからって天井人ぶるなよ。1時間目も国語で最後の授業も国語、大嫌いな科目でサンドイッチされた時間割とかよく待ってくれたな。うぶなこと、うぶなことじゃなくて味なことな。知ってんだよ、国語の教師かおめえはよ。その通り、国語の教師だよ。孫をことなき国語の教師だよ。早く国語の授業やりたいから降りてきてくれよ。他の生徒にも迷惑だろ。こん中にアーニャたちが天井に張り付いてて迷惑だって思ってるやついる？いねえよな。お前らも天井に張り付くぞ。お前
はまとめて道徳の成績1な。ねえねえ、アニちゃん。なんでアニちゃんはいつもプールの授業になると見学してるの？プール楽しいから一緒に泳ごうよ。プールが楽しい？面白いこと言うね。アニにとってプールは地獄だよ。ドブ川で泳ぐようなもんさ。ドブ川？こんな水が透き通ってて綺麗なのにプールはドブ川なの？ベッキーは一体いつからプールの水が綺麗だと錯覚していた。どに？まず大前提に学校のプールってのは水替えするのに27万ぐらいかかって高額だから一月に多くて2回ぐらいしか水替えしないます。それを踏まえた上でこの学校にいるとあるテロリストの話を聞いてほしいます。1時間目に隣のクラスが先にプールの授業で入ってたからそいつらの心の声を廊下で聞いてみたら、連続こするおしっこ大成功だぜと大迷惑のテロリストがいたます。で、アーニャたちは3時間目で今プールの授業を受けている。言いたいことが分かったか？言葉ではなく心で理解したよ。ベッキーは一生この学校のプールには入らない。目の前にうんこがあったら踏まないように気をつけるが、プールではそれができない。見えないからだ。いいかベッキー、覚えておけ。目に見えるお仏なんてたかが知れている。本当に恐ろしいのは目に見えぬお仏だよ。それに最も衝撃なのが、こっそりおしっこマンはこのクラスにもいるってことさ。嘘でしょ、このクラスにもこっそりおしっこマンいるの？今ピート版かじりすぎて先生に怒られている若林くんだ。若林？ああ若林だ。若林は純粋に水の呼吸ニョニョマイとか言って楽しんでる。若林キモさ爆血しちゃうやんけ。この度生徒会長に立候補してます、アニャホージャーマス。アニャが生徒会長に立候補したのは、ゴールディーロジャーのように万物の声を聞くことができ、お前ら生徒や先生の心の声は常にアニャには丸聞こえなので、ミヤス箱もいらないし、この独身術を有効的に活用し、より学校エレガントにできると思ったからます。例えば3組のタカシ君は同じクラスのマミちゃんのリコーダーを放課後ピロピロするのが趣味ます。こういう悪事を全校集会でバラして。おいマミマミも、アニャちゃんがまだ喋ってんだろ。泣くな。マミヤがバレンタインで自分の唾液と血液混ぜたチョコをダニエル君に渡したのバラすぞ。バラされたくなかったら静かにしろ。いや、リコーダー舐められてたら泣くだろ。もうそれにマミちゃんの闇もバラしてるよ。もう口が滑りすぎだよ。バロックワークスの秘密事項をうっかり言っちゃうビビかよ。リコーダーが舐められてた件からバレンタインの闇チョコまで暴露されるし、もどんだけ結束に塩塗ったくれば済むんだ。ガーシー足かよ。うっかりです。いや、それで許されるのしのぶさんだけだから。それと若林くんは下駄箱でバレないように女子の上履きの匂いを嗅ぐのが趣味ます。弱いよ。今そのカード来ても弱いよ。初手にそのカード切ってくれれば十分キモかったのに。ペロペロリコーダーと唾液チョコがいるこのいつはキモワールドで、上履きくんくんは弱すぎる。上履き食べた後がキモさんの階級を上げないと太刀打ちできないよ。若林くんの好きな食べ物は寿司、カブトムシ、セミの幼虫。ちゃんとキモかった。それだよそれ。キモさんの階級がバンタムからヘビー級になったわ。若林やればできるじゃん。イーデム先生はメルカリで女子使用済みのリコーダーを買うのが日課ます。強敵が若林から俺に変わったん。これが暴露の武器置きか。若林いつ手叩いた？このように生徒や先生の心を読めるアーニャが生徒会長になれば、必ず全校集会で悪事をバラしていくので、いずれ誰も悪事を行わなくなり、学校がよりエレガントになる。だからアーニャに清き安き夢の愛の一票をください。いや、それラットのマニフェストやん。はい、チャイムなったからな、正規につけクソガキども。3時間目の授業やっていくぞーって、アーニャホージャーとベッキーブラックベル何やっとんねん。3時間目は社会だし、そういうのは理解してやってくんねえかな。いろんな人の心の声を聞きながら投稿してたら、医学で嫌な心を癒せる万能薬の作り方を知ってる人になったら、この遺伝校に奇跡の桜を舞い散らかせて一気にする8個もらえます。シュロロ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 ー。ビルドクの思想は良しとしても、語尾が怖いよ、もう。その語尾は桜の次に殺戮兵器作っても、学校ごと破壊する気満々やんけ。気のせいかな、僕の体が巨大化してるブー。それよりアーニャちゃん早くキャンディーをくれブー。アーニャちゃんじゃーない、マスターと呼べ。あ、もう手遅れだったわ。マスター、私もしたら一気に8個もらいたいんだけど、何かいい案ないかな。手の内をされるのに一番手っ取り早い裏技が人命救助だ。そう簡単にヴィラン連合は攻めてこないし、人を助けるには助けられる人がいないと成立しても、ラッキーなことに現在進行形で助けを求めてる奴が一人いる。タケミッチだ。35リットル、炭素20キロ、アンモニア4リットル、石灰1.5キロ、1800グラム、塩分250グラム、硝石100グラム、硫黄80グラム、フッ素 7.5グラム、鉄5グラム、ケイ素3グラム、また少量の15の元素を急いで買い込んだ。ゲミッチがタイムリープする前に人体錬成で立花ヒナと増陸してあげるんだ。さすがアニちゃん、ステラを手っ取り早くもらう方法を平然としやがる。そこにしびれる、憧れる。ちなみに明日はシガラクと村にヴィラン連合をアテンドしてもらうから、全員ぶっ飛ばしてステラをもらうぞ。よしは、はいです。ステラのもらい方プルスウルトラしすぎだよ。てか3時間目は社会なんだよ。理科の授業じゃないからさっさと片付けてこい。誰かが最初に右のナプキンを取ったら、全員が右を取らざるを得ない、そうせざるを得ない。もし左なら全員が左側のナプキン、そうせざるを得ない。それが社会だ。それバレンタイン大統領やんけ。背脂まみれのラーメンだけど、ここにマヨかけてバターも足すわ。この真実だけでも胃がもたれていく。